ハーリー族は日本の現代大衆文化を好む台湾人の若年層の総称である。わかりやすく言うと台湾の日本オタク。主に日本のアニメや服装、J-POP、電化製品など日本の流行文化に関心がある若い世代を指す。台湾で使われ出した国であるが近年では香港をはじめ中国やマカオなどその他の中国語圏でも通用するようになった。 また、親日派という単語の代わりに、日本に対して、好意を持つ人を意味する国としても使用されている。現在、ハーリーの持つ範囲は、日本の流行文化や服装に止まらず、日本の伝統文化も含むようになった。またある人が、日本のある物事に夢中になると、コンハーリーと呼ばれる。台湾でのハーリー族は、日本統治時代に日本語教育を受けた親日的な、 高齢世代の本性人ではなく、主に若者を指す言葉として用いる。ハーリー族は、中華民国の漫画家ハーリー・アンズの造語であり、その著書により広まった。こうという言葉はもともと英語の、ホットで、台湾語に、こうに変換し、ある物事に感情を持つほど求める、好きでたまらないの意味をつけたことから来ている。台湾はかつて、日本の統治下にあったため、台湾では、 日本の文化は大きな影響力を持った。日本統治時代の台湾を参照戦後、国民党政府は戒厳令を敷いた統治の中で日本のテレビドラマや映画の上映を規制したが、書籍や漫画などは脈々と中華民国の青少年に影響を与えていた。下記のギャラリーは1951年に毎日新聞社の記者が撮影した戦後間もなくの台北市の 写真であるが、国民党政府の規制にもかかわらず、日本食がかなり色濃く残っていた。戒厳令解除後、離島期による民主化の流れの中で、1988年にパラボラアンテナの設置が解禁され、n h k 衛星放送の受信をはじめとして、日本の映画やテレビドラマが解放されると、ハーリー族になることは一層容易になった。ハーリー族の聖地祭門長で、 日本で流行している服やアクセサリー、携帯のストラップなどを大量に購入し、また、日本の流行雑誌を参考し、日本人の化粧の仕方を勉強する。これとは別にもっと深くこだわるハーリー族は、地日派と呼ばれる。地日派の日本語能力は、大方高く、日本の文化や精神など高いレベルの部分から日本を参考にする。例えば定期的に、 日本に旅行に行き温泉に使ったり、日本の書籍や新聞、雑誌を読んだりして、日本の政治や経済を進んで勉強する。神尾族というハーリー族から派生した語句もある。中国語文化圏におけるアメリカニゼーションである。ありがとうございます。